どうやらこのまま鏡の中に入れそうだ。キア、今行くぞ。おいおい、どうして？キア、アリオさん、ベル、ようやく着きましたわね。ベル、どうして、どうしてあなたがそんな場所にいるの？簡単なことですわ。大いなる司法を受け継いだクロイス家の末裔として当然の責務を果たしているだけのこと。大いなる司法？まさかリベールに出現したというオーリオールと同種の話が早いですわね。遥か昔エイロスが人間に授けたセプトテリオ、そのうちの一つを我が一族は受け継いできたのです。まあ1200年前までですわ。わけがわからねえんだ。不幸な出来事によってエイドスの司法は失われたのです。その結果クロイス家の始祖は何としても司法を取り戻すため途方もなく遠大な計画を構想し、このクロスベルの地に巨大な式を構築することになりました。巨大な式？まさか動力ネットを使った不可解で巨大なシステム？ええ、現代の動力技術とクロイス家の錬金術を融合させて生み出された魔導科学、それによってようやく実現できたバカバカしいほど巨大な式ですわ。魔導科学による式？それに錬金術って？そうか、そういうことだったのか。かつて星見の塔を建造し教団に技術を提供していた錬金術師たちの集団、あれはあなたたちクロイス家のことだったんだな。な、でもそう考えると辻褄が合います。それじゃあキーヤちゃんが眠っていたあのゆりかごというのも？もちろんクロイス家が教団に提供したものですわ。彼らに信仰対象を与え気持ちよく働いてもらうためにね。それじゃあやっぱり DG 教団というのは？クロイス家の目的を達するために影から誘導された。ねえ、傀儡というわけです。もっとも彼ら自身にその自覚はなかったでしょうけど大よその背景は飲み込めていただけたかしら。ああ、ちなみにこちらのアリオスさんは我が一族とは関係ありませんわ。今回私たちの計画に賛同してくださった頼もしい協力者というわけです。アリオスさん、あんた正気か？こんな妄想じみた話に。妄想じみた話か。
確かにその点については俺も同意見だ。まあひどいですわね。だが彼らにその力がありこの状況を変えられるならば俺はいくらでもその幻想に付き合うだけだ。たとえエイドスの意志に背くことになったとしてもな。そんな、一体どうして。正直途方もない話ばかりでまだ整理できていないけど、ただこれだけは言える。その妄想にキーヤを巻き込むのは断じて認められない。キーヤ、戻ってくるんだ。何をそそのかされたのか知らないけど、キーヤはキーヤだろ。そんな辛そうな顔をしてそんな椅子に座ることはないんだ。ライド。キーヤさん、あんな風にロイドさんは言ってますけど、どうするつもりですの？キーヤ、どうしたの？希望、迷うことはねえ。いつもみたいにロイドの胸に飛び込んでこい。それが一番お前にとって安心できるんだろうが。ランディ。そうね、事情はあるのだろうけど、それ以上に大切なことは絶対にないと思います。メリー、ピオン。盛り上がってるじゃない。ウロボラス、やはり彼らとつながりが。お互い協力関係を結んでいるだけですけど。皆さん、もう準備はよろしいのかしら？もちろんだとも。満足してもらえる性能に仕上がっていると思うよ。金の準備もできています。あとはそちらの鍵を回すだけ。彼らが納得するまで待っててもいいんだけど、そろそろ時間切れみたいだよ。あらあら、来るか。何を言っている。何が時間切れだってんだ。決まっている。帝国軍と共和国軍の侵攻だ。せっかくだから実況するとしましょうか。
やがったか。しかし警備隊の戦力では食い止めようが。それを覆せる鍵が彼女というわけだ。ディーター、大統領。おじさま。結社の諸君、計画への協力感謝する。ベルニー、アリオス君もどうやら予定通りのようだね。ええ、ここまでは。あとは彼女に委ねるしかありませんね。聞いた通りだ、キーヤ君。もう分かっているのだろう。この事態を何とかできるのは君しかいないということ。通りたくば、お前たちの全てをぶつけるがいい。ガイア、俺、セルゲイさんが越えられなかった壁、それを乗り越えられる力がお前たちにあるのかを。ビビんな。相手は一人だ。なんとか勝機をつかめれば。 AO システム全開、目標を撃破します。お前たちの全力。よし。おしゃ。行きます。
よしろ。行くぜ。私の番です。ドライブ開始。私の番ね。やっ、そこだ。任せてくれ。全力全開、行くぞ。私の番ね。エネグマ、はい、クロウ。ドライブ開始。よし。任せろ。風間くん。ここまで相手にならないなんて。精進不足だな。その体たらくで大切なものは守れんぞ。みんな。集中力を途切らせたらうまくいきませんわよ。
やめろ！失われし幻の司法の再現、いいえ、それすら凌駕するゼロの司法の誕生ですわ。ゼロの司法、なんだそりゃ。ロイド、みんな、キア、本当にキアなのか。うん、ベル、行こう。わかりましたわ、アリオスさん、ここはお任せします。承知した。おい、ごめんね、今までありがとう。大好きだよ、みんな。キーア君、いや、教団に習って巫女殿と呼ばせてもらおう。よくぞ再びこの世界に現れてくれた。クロイス家の現当主としてお迎えできて光栄だ。うん、お父様、挨拶はそのくらいで、そろそろ彼らからの贈り物を受け取りませんと。おお、そうだったな。ようやく私の努力も実を結ぶようだね。大いなる司法を継ぐ者よ、ウロボロスのマスターに代わり、御身の権限をことほがせていただきます。
ささやかながら献上品を用意しました。どうかお受け取りあれ。ありがとう。予想以上の仕上がりだ。結社の諸君、借りを作ってしまったようだね。こちらも資金面でいつも助けてもらっているからね。ゴルディアス級の運用データがそっくり使えたのも大きかったよ。それに今回の件についてはマスターの意にもかなうこと、仮に思う必要はありません。なかなかの太っ腹ですわね、キーヤさん。それではお願いできますか。わかった。
バカな。第五機甲子団が壊滅しただと。信じがたいことですが、巨大な人型が現れて全てをなぎ払ったと。何をバカな。まあいい、そっちがその気ならばこちらも容赦はせん。列車砲起動。目標クロスベルシ。せめてもの情けだ。民間人の密集地は避けてやれ。よ。ゼロの手法、よくぞ言ったもんだね。ゴルディアス級最終型を3体も同時に、しかも奇跡の代行者として自立行動させられるとは。これはあの方にも良い報告ができそうだよ。確かに大したもんだ。まあ最初ですとこんなものかしら。今この瞬間をもってクロスベルは聖地となった。帝国と共和国という列強を退け、大陸全土に新たな秩序をもたらすための拠点に。我がクロイス家の理想と正義を世界に広めるための中心に。ありえないだろう。私たち夢でも見ているの。残念ながら現実みたいです。その通りだ。奇跡の後にも現実は待ち受けている。いたぞ。アリオス長官、ご無事ですか。無駄です。え、この声は。すでにミシュラム一帯は国防軍が制圧しています。どうかおとなしく投降してください。モエル、お前どうして。ご苦労、シーカー少尉。私はオルキスタワーに戻る。
彼らの拘束は任せたぞ。了解しました。待ってください。一つだけ、どうか一つだけ答えてほしい。もしあなたが数年前から彼らに協力していたのなら、ガイ・バニングスを、兄貴を殺したのもあなたなのか。その通りだ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さすが皆さんです。けないとさすがに退屈だよね。あの子たちに任せとけばシャーリーたちの出番もないし、国境侵犯してくる特殊部隊も最初のうちだけだったからな。ふん、どうしたシャーリー。あ、パパ。ねえねえ、そろそろ潮時なんじゃない。帝国がすごいことになってるし、あっちの方が楽しくないかな。共和国の方もいろいろと面白くなってるみたいだし。今回の仕事はまだ残っている。そんなに暇なら小僧あたりとじゃれ合ってきたらどうだ。魔人化してたらバルドも悪くないんだけど、やっぱり元のままだと弱っちくて話にならないし、それに今日はどこかに出かけてるみたいなんだよね。だったら結社の連中あたりとし合ってみたらどうだ。少なくとも退屈はしないだろう。シャーリーとはなんか相性が悪そうなんだよね。あのすごそうなお姉さんには絶対に勝てなさそうな気がするし。さすがにわかるか。まあそう腐るな。どうやら奴がマインツ方面で動き出したぞ。へえ。
あれだけ叩きのめされたのに、まだ挑んでくるつもりなんだ。侮るな。奴は強い。多分お前が見くびっているよりもな。ふーん、そうは思えないけど。まあいっか、そっちはパパに任せるよ。ああ、そうしておけ。お前にはお前の遊び相手がいるだろうからな。え、カルバードの方に帰っちゃったんじゃないの？アルモリカ方面でヘイウェの動きを察知しました。どうやらクロスベル襲撃以降、インともども潜伏していた模様です。サオのやつも存外にしぶとい。どうやらまだまだ楽しませてくれそうだ。ああもう、あんなメガネなんてどうでもいいって。すっごくドキドキしてきた。結局アルカンシェルじゃ決着はつけられなかったし、今度こそ徹底的にやり合って最高に楽しまなくちゃ。やれやれ、さすがはシャーリー様かと。来た人もいるのに全然戻ってきてくれなくて。 でも大丈夫です。バルドさんがいればきっと。バルドさん、サーベルバイパーは解散だ。てめえも二度と俺のケツを追いかけるんじゃねえ。嘘ですよね。バルドさんは、バルドさんはいつだって頼りになる最高のヘッドで、あの鬼が、みんなをめちゃくちゃにした化け物がバルドさんなんて、そんなの。バルドバレス、まさか戻ってくるとは。これ以上旧市街をお前の好きにはさせない。何としても止めさせてもらう。君は一体何がしたかったんだ。 あんな化け物になってこの旧市街をめちゃくちゃにして、おまけに可愛がってた手下たちをあんな風に。ひどすぎるよ。ふん、そういえばワジとハゲ坊主はどうした。もともとよそ者みてえだし、尻尾を巻いて逃げ出したかよ。バカにするな。あの二人なら必ず戻ってくる。何？事情があるそうなんだ。果たすべき使命があるって。それで町は離れるけど、いずれまた戻ってくるって。何のことかわからないけど、僕たちは二人を信じるだけだ。
なるほど、使命ね。どうやらあの時の続きができそうじゃねえか。そうだろ、ウォジー。さてと、すでに減塩計画は帝国の方に部隊を移したし、ここからは予定通りしばらく様子見ってわけかい？ええ、そうなりますね。帝国方面の段階が進むまでは付き合わせてもらいましょう。現時点でゼロの司法の力は消えた幻の司法に匹敵している。さらにオリジナルが持っていなかった潜在能力すら垣間見せつつある。どこまで進化させられるか、クロイス家のお手並みを拝見しようか。博士ノリノリだね。そういえば彼らの方もやっと動き出したみたいだけど。むしろ好機でありましょう。我らとの立ち位置の違い、今後のためにも明確にすべきかと。それは君たちに任せるよ。私はここでゼロの司法のデータを取り続けさせてもらう。人と神をつなぐ究極のインターフェースタリエルカをね。私はいいの？うん、もうめまいもしないし、色も見えるようになったし、全部キーヤちゃんのおかげだよ。本当にありがとう。よかった。でも雫と病院の人たちがずっと頑張ってきたからだよ。キーヤはあくまで最後の一押しをしただけだし。そうなんだ。それにせっかくの力は有効活用しないともったいないし。雫の目が治せたならこうなった甲斐があったなって。でも私は嬉しいよ。ずっと目が見えなくて不安でお父さんのお荷物になってて、キーヤちゃんと友達になれたのにどんな顔かもわからなくって、こうして顔が見られるのは涙が出るほど嬉しいけど、でもキーヤちゃんは本当にこのままでいいの？ロイドさんたちと別れて大変なことをさせられて、私こんなの絶対に間違ってると思う。マリアベルさんもディーターさんも、それにお父さんも。しずか、ありがとう。大好きだよしずか。でも大丈夫だから、全部分かった上で自分で決めたことだから。だからね、そんなに心配しないで。